はい、皆さんこんにちは、困った時の110番バンコクからお送りしております。もうね、ちょっと言うと辛辣になっちゃって、いろんなところ荒らすのも嫌なんで、ここだけで完全に終わらそうっていう2つの問題があります。米朝首脳会談の話をね、前からずっと僕言ってて、未だにまたゴタゴタしてるので、このね、様子、今アメリカに戻ってないんで真相っていうのは 100% 分かんないんですけど、ちょっとやっぱ言っとかなきゃいけないかなっていうのがあるので、やってみようと思っております。現実問題としてはこれね、僕らが見てると本当茶番でおかしいんですけど、でも日本の皆さんは当たり前に困ってますよね。はい、それと同時、あとマジックの問題ですね。僕は簡単に言うと、マジックのショーとかそういうのでね、オファーを受けてやるまでいろんな約束事があるんですけど、これね、これも人のウェブサイトで来たものだから荒らすわけいかないので、マジックショーとチケットの問題とかね、やってみたいと思います。それではここだけの話にとどめておいてあげてくださいということで、困った時の110番。さあ、まずね、ちょっと軽くじゃないけどね、米朝、最初からなかったんですよ、これ。何度も言ってるように。で、僕ね、何度も言ってるってことを皆さんでこのラジオを伝ってください。やるなんていう話は、日本だけで言ってるわけだな、韓国と。韓国はやるべきだという形のね、あれからもう勝手に捏造して、アメリカと合意してるとか言ってますよね。でもアメリカの首脳陣たちは合意って何のこと知らなかったんですよ。で、それはできたらいいよねっていうタイプの誘導的なコメントでトランプさんからいっぱいもらったんですけど、結局北朝鮮自体はね、核を廃棄する理由がないししないんですよ、ね、だからこれもはっきり言ってきます。本当にみんなね、よく考えれば分かるんだけど、制裁って何してんの、経済制裁って。これ僕言いたいんだけど、だってアメリカも日本も経済の交流がないのになんで制裁ができるか。石油を止めるとかね、石油どこから入ってるか知ってますか？シーレーンから入ってないんだよ。石油全部本土、要するに大陸の方のパイプで入ってるのね。それもロシアと、分かりやすく言うとイランです。はい、で中国は、新中とかね、要するに新北とかいう以前の問題として、最近になってようやく北を取り込もうと思ってるんです。ね、北は不可侵で何もない状態だったらアメリカを防御するために、アメリカから防御するために韓国の盾になるからよかったと。ただ今回はロシアと結託して対アメリカをしなきゃいけないことがこの全世界で分かってます。だから今はロシア中国、ロシア対アメリカに中国が加担したと、イギリスにアメリカが加担していると。でヨーロッパはもうアメリカがほとんど負けが決まってます。で分かりやすく言えば、アメリカは簡単に言えばシリアで負けたってことね、ウクライナで負けてます。で結論的にアメリカ遠いんですよ。かといって残りの EU がみんなだらしないから全部ロシアにやられます。ロシア戦争強いです、これは重要。そんなわけでね、今こうなってみたときにふっと思ったことは、なんでね、やっぱりアメリカとその北朝鮮が会談するなんて言ったんですよ。ましてや、なんだっけ、シンガポールでやるわけないじゃないですか。アメリカはね、アメリカでなくてもいろんな国ができれば北朝鮮の利権を欲しいがために北朝鮮の金正恩を殺そうと思ってるわけだし、でどんなにね、安全を保障するとか言ったって確実に殺しますね。だってブッシュが政権変われば殺していいわけだから、韓国的な論理から言えばね。だから金正恩は半減なしで韓国と統一をしちゃって、ロシアの傘下に入って中国と仲良くやってアメリカとは距離を離れようと。それはもうロシアも大喜びですよね。アメリカの軍事設備全部手に入っちゃうからね。で核は残せますね。で独立国家として大陸の中で強い影響力を持つんだったら、それ日本とも決別、これが彼らの考え方だからやらないっていうのが答えですね。はい、それなのにまた今になってね、またやるかもしれないとかね、やってあげてもいいよとか、あげてもいいよって、最初から金正恩はやるつもりないんですよ。だけど周りのね、韓国メディアがやるやるって言ったら、おいいんじゃない、それ乗っといてっていうぐらいのことで、やる理由がないし、経済も制裁されてません、これ重要な問題ね。だからせいぜい、だからさ、朝鮮総連と日本の間の問題だけで、もうあとね、アメリカが分が悪いのは、もうさ、ほら3人ぐらいさ、韓国系のアメリカ人返したでしょ。これ韓国系っていうのが重要なところなんだけど、だからこれについてもとやかく言いようがないんだよね、こんなのね。だからそれはもう今どんなこと言ったって話が進まないのが現状じゃないでしょうかね。はい、まあ私の見解というか、それがまあ世界的な見解で、日本だけが蚊帳の外、これは確かだと思います。はい、でもう一つの話をね、ちょっとしましょうね。ついこの間、人のフェイスブックなんで荒らすのが嫌だから、誰々さんのいいとこも教えてください、返答しませんでした。僕じゃ珍しい。だってその人のホームページでその人と違う意見を書いたら喧嘩になるの決まってんじゃないですか。で僕もね、インターネット上で政治の話も何でも絶対自分と違うところには書かないんですよ。だって書いたらその人の方が正しいと思う。自分のところ自分で発信するのにそれは違いますよって出てきて終わりだよね。だからそういうのはしない。だから僕は実際はこれ、天草問題については要するに自分のページでも書いてないし、ラジオでちょっと喋るぐらいにしようかなと思ってます。でね、
ことの発端言います。これ僕はまあ、みんな聞いてます。それこそ藤本君も聞いてるし、舞子ちゃんも聞いてるし、みんな聞いてるから言うけど、イベントの中で地元の人がチケットを売ってそこに参加してマジックの、ショーをやる、これ普通ですね。でそれを売ると言って売らなかったらそれは約束が違いますね。だから当然のことながら、じゃあ降りてくださいって言われても文句は言えないはずだよね。うん、これね、今回の目的だから、みんなかわいそうだって言ってあげるのはいいんだけど、やっぱりチケットの約束は重要です。だから僕らもそうね、ノルマ何十枚って、ノルマは売れなくてもお金払うわけですよ、わかる？だから売れなくてお金を払うのに、払わなかったらごめん、じゃあ出ないでって言われてもそれはしょうがないですよね。それをちょっとね分かってほしいな、やっぱりね。だから特に阿学さんがいいとこどこですかって言ったら、阿学さんはね、例えばその値段交渉は関西の人ですから、確かに厳しいかもしれないけど、約束全部守ってくれてますね、僕は。で、渋谷啓太君、名前出しちゃったよ、君からも電話あったから、に、もう言ったんだけど、全部自分の約束を守ってくれてると。だから、約束を仲違えられてる人っていうのは、どっか別のところでなんか揉めてませんかって言いたいの。俺が言いたいのはね。だから、別のところで揉めてるのを全部阿学弱いからやっちゃえみたいなことやってるのが、どうしても目立つので、僕は違うと思います。何人かのやっぱりそのチケット問題揉めたの知ってます。だからチケットがうまくいかなかったら、それはもうショーはうまくいかないんです、うん、だから僕のところでやったとしてもちゃんと約束を守ってない限り、だから私は素敵で人気があるからうまいですが出てほしくないです。だからそこのところ約束をちゃんとやって、みんな出演してほしいんだよね、うん、もちろん僕もね、僕は関東の人間ですから、お金に対しては少し寛容です、うん、だから最低でもこれだけあげようとね、いうふうな場合もあります。でもイベントの種類によっては、当然ノルマのチケットを売ってもらわない限りは、それはもうウィザーズのメンバーもそうでした。で、売った人からいい条件になって、で出演時間が伸びるのも当たり前ですよね、こんなの。それを要するに卑怯だ汚いとか嘘つきだとか言うのは、それは間違いで、皆さん技術協会の方、関係連の方、よく考えてください。何でもかんでもね、誰か女の子が可愛いからってかばって悪く言っちゃいかん、本当にこれだけは言える、うん、だから真実を知らないのに人のスレッドで書き込むんだったら、自分のスレッドで私はこう思うと書きなさいね。はい、正直言って教会さんもどこの男もそうなんだけど、今の日本の業界っていうのは非常に良くないこと分かってます。教会の力もないし、どういうふうにお金で、汚く揉めてるかなんて有名でしょ。日本技術協会返したのかな、その財団法人のお金をね。そんなことも要するにさ、みんなあんまり話さないでやってるのはおかしいですね、うん。まあ僕は残念ながらちょっとね、タイに離れちゃっていろいろやってて、今爪割っちゃって大変なんですけどね、まあそれあとなんとかしましょう。そういうことやってますけど、本当に日本に帰った時に興味があれば、31日これもう応援しちゃってるのかな、31日にモデラートでみんなでフリーで飲み食い会やろうという話をしてます。みんなで飲んだり食べたりして、ちょっとね、これはね、北朝鮮情勢の真実を話します。いいですか、マジックの真実聞きたい方も来てください。だから聞きたいんだったらちゃんと割り勘ですから自腹払ってきてください、ね、マジックの話でも世界情勢でも僕の知ってる限りのことを話します。そこで、誘ってくれる仲のいい子たちがいるんだから、そのために頑張ります。いいですか、だから真実ね、例えばネット上で言えないような話も聞きたいのであれば、そういうところに来てください。僕を追っかけてください。追っかけてる子たちいるんだからね、それを自分たちの都合でやっちゃいけませんよ。はい、それから6月の、3日にもですね、イベントやりますから、その時でも構いません。とにかく時間の都合はないっていうのはダメ、合わせなさい、当たり前のことです。僕に会って話を聞きたいんだったらね、そういうことです。僕だって、絶対こうじゃなきゃダメだとか言ってね、暴言吐くつもりはないんですから。はい、北朝鮮6月12日ですから、僕らが帰ってからだけど、その前にまたもっと真実情報を出します。どうしてこんな経緯になったのか、どこのニュースが嘘を作ってるか考えてくださいね、やっぱり韓国さんが頑張っちゃって、うまく混乱させてるのも事実です。韓国はもうアメリカと離れたいし、日本からのも離れたいです。お金だけです。正確に言うとアメリカとだけ離れたい、日本は自由に使えると思ってます。韓国人の工作員が多いからね、日本にね。で、北朝鮮は実は親日だって、ロシアが黒幕だってことも忘れないでほしい。で、中国は確実に日本を狙ってることも事実だし、非常に難しい問題が山となっているんですから、このね、嘘つきマスコミに騙されちゃいけませんよ。もう今 NHK も残念になっちゃったね。 NHK だけはまともだったんだけど、全てテレビはダメ、新聞もダメです。ネットは半分正しい、半分ダメだけど、うん、だからそういうことも含めて、僕は僕なりに発信、アメリカに戻れば安全で発信できるので、やっぱりアメリカ軍が国が守ってくれますから、ビザも出たんで、トランプ大統領がね、ウェルカムじゃないだよっていう感じのことをしてくれてるので、頑張ってアメリカに帰って真相を、もう本当ね、真実を語りたいと思います。さあ、いろいろお話ししました、マジック界の問題ね、これもね、
みんなお友達だからあまり言いたくないんですけど、やっぱりね、ちゃんと考えたら正しいものが見えてくるということで、お話を終わりたいと思いますね。はい、もちろん朝鮮半島ですよ。はい、それでは、次は日本からかな、うまくいけば、さよならです。アメリカになっちゃうかな、まあ、いや、さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。